森吉新郎、森吉新郎、森吉新郎、遠京元年、1308年兼務2年7月23日、1335年8月12日は、鎌倉時代後期から兼務の新世紀の人物、五代醐天皇の御子、王東宮、正式には王東の宮、俗に大東の宮と呼ばれた、天台座す、聖衣大将軍、森永新郎、 と呼ばれることも多い。詳しくは、後代五天皇の御子の名の読みを参照。母は源子親の娘親子。天台座敷には、第百十六世、孫文親王号大東偶、後代五天皇子母三品、藤原京子との記述がある。日は、北畠近房の娘。または、藤原康藤の娘である南方、南の方、京梁親王の父。 森吉新王の生まれ順は三番目であるが、尊卑文脈の席順、皇位継承順位は一番。中仙台の乱の混乱の中で、足利忠義の命を受けた、淵士兵義弘によって殺害された。遠京元年、1308年、御子と地新後の五代五天皇の御子として生まれる。6歳の頃、孫雲宝新王として、天台宗三門関の一つである。 梶井門モ三千院に入った。幼少の頃から一応聞いて銃を知るように、理髪聡明な頭脳の持ち主で、ヒエ山に入ると芝叩く間に、首都の信頼を集め、二十歳の若さで天台座の地位に就く。小中二年、千三百二十五年には門ンを継承し、門主となる。五代醐天皇の格作で、下略二年、千三百二十七年十二月から、玄徳元年。 1329年2月までと、同年12月から玄徳2年、1330年4月までの2度に、渡り、天台雑誌となる。王道宮と呼ばれたのは、東山岡崎の保守寺九十島、王道周辺に、門室を置いたとみられることからである。太平記によると、武芸を好み、仏教の修行や学問には、一切関かかわらず、毎日僧兵と武芸の訓練を熱心に取り組む。 不思議な天台挫であった。また、王東宮の身軽さは、江戸公主にも引けを取らず、七尺の病部でさえ楽に、飛び越え、長領志望の標法を得得し、武器の取り扱いについては免許改伝の腕前であった。1331年、元寇元年8月、五醍醐天皇が二度目の鎌倉幕府倒幕運動である元寇の乱を起こすが、五大五天皇の側近、 吉田貞夫さんにより、鎌倉幕府転覆計画が漏れる。延暦寺のことや宮中での鎌倉幕府に対する図書は、北条高時の耳に入っていた。六原丹大は、保昌寺の沿管商人、小野の門館僧正南都の地境、共演そして浄土寺、中園僧正を召し取る。さらに事情を取り調べるため、鎌倉幕府の命を受けた二階堂氏下付方願と、 長い遠藤見守るの二人が蔵より、都に登ってきた。随所の九段の僧侶三名、縁官、門官、縁中を鎌倉に連行しさらに取り調べる。門官は水攻め、日攻めの拷問にかけられようやくに白状したが、気の弱い縁中は取り調べをする前に自ら喋り、日の都市が計画していた陰謀などさらに五人の僧侶特言の名が出る。また、大東宮。 尊雲法神皇の日常の振る舞い。宮中で鎌倉幕府への図外をあることないことを白状する。玄徳2年1330年7月13日、鎌倉幕府執権であった北条高時より、大東宮は逮捕取り調べの後に、死罪、五代醐天皇は取り調べの後に入る。門官は、洋島に入る。日の都市は、鎌倉にて、死罪、中園は、 佐渡島に入る、縁刊は、欧州に身柄預けと処分が申し渡される。大東宮、孫雲法神皇は、五代醐天皇を東大寺に隠す手がてをするが、六原丹大の手勢が東大寺に入っていることを知り、大東宮は、帝の身代わりに、加山のいい諸方を、比叡山延暦寺に登らせた。痩せ道寺を使い帝を、 笠木山に登らせて密かに暗宮を設ける。その間に、楠木正重は赤坂城で幕府倒幕の挙兵をした。比叡三島坂本での総兵との合戦で、六原短大の軍は惨敗する。1331年、元行元年9月29日、五醍醐天王が笠木山に登ったことが鎌倉幕府に知れ、幕府軍が笠木山を囲む。 足利高氏、後の足利高氏の家臣により、暗宮に火を放たれ、帝たちは鎌倉幕府軍に囚われ平等院にて遊兵となり、沖野島に入るとなる。王東軍は、隠れながらも帝の代わりになり、領事を発して、反幕勢力を募った。1331年、元行元年10月、王東軍が、半に寺にこもっていると聞いた。 幸福寺一乗院の安倍地方原高専が五百機の兵を率いて半日寺の探索に来る。王東宮は本堂にあった大半日京の空の京箱に目を潜めた。安倍地方原高専の兵の一人が峡の行っている京箱をひっくり返して調べたが、王東宮はいなかった。探索を終えた兵の一人がもう一つの京箱を調べていないことに気づき、何人かの兵と戻った。気配を感じた。 大刀宮は先ほど調べた京箱に移動しこもっていた。兵は調べていなかった京箱をひっくり返して調べたが、大刀宮は発見できなかった。とっさの起点で命拾いした大刀宮の家臣が戻り、一行は熊野を目指して出発する。1331年、現行元年10月末。大刀宮一行は皆、柿色の包囲においを背負いず金をかぶり混合杖を。 握り山伏ぶしの姿であった。一行の使命は、赤松の利ス光林か某玄孫、優、八田彦七小寺の相模、岡本三河坊武蔵坊村上義満片岡八郎平が三郎の九人であった。一行は、熊野に向かうものの、熊野三山の別途を正しペンソーズが、幕府寄りであることから、大東具が、熊野では、幕府側に探索されている。 夢のお告げを得る。一行は、熊野から方向を変え半月を経て、戸塚川村に着き、玄孫が一軒の家を見つける。その屋敷は、戸の兵衛と陰王族、竹原八郎宗近の老いの屋敷であった。この家には、病人がいて、王東宮が祈祷をすると不思議と病が治った。その例として一行はこの家に滞在することになる。はを打ち明けると仲間に加わり、 竹原八郎は、黒木御所の造営を開始する。戸塚川孫氏には、竹原八郎が、森吉新納をかくまったかり御所、黒木御所の跡が記されていたが、明治二十二年の大水害で、黒木御所跡や竹原八郎の屋敷、今の花地神社、逸話塔などが消失した。戸塚川で、大東愚、孫雲法新納は原属し、森吉新納、となった。 一行は、戸塚川に、約半年潜伏するが、熊野別ッを、ただしペンが、温床目当てに五百0機で探索に来たことで、一行は、吉野を目指し逃れる。途中で追いつかれるが、竹原八郎の老いの野長瀬六郎、野長瀬七郎の兄弟の軍勢に助けられる。吉野への道中で、鎌倉法の土豪、芋瀬正治が、持ち物賢明をしていたが、二式のお旗を所持していた。 赤松の利スがイモゼの目に止まった。赤松の利スは、錦のお旗は、決死の覚悟で敵から奪った旗であるとして、いやいやながらイモゼに手渡した。そこに、村上義光が遅れて到着し、敵に奪われた錦のお旗が、イモゼの手にあるのに気づき、イモゼの家臣から、錦のお旗を奪い返して、森吉信の一行に合流した。1333年。 元稿3年一1月 ?2 月森吉新郎は、吉野の吉野城、金峰山次郎、仮の本拠地都市、三千の兵で、千早城の楠木正重と同時に挙兵する。鎌倉幕府軍の二階堂道運、二階堂では入道道運が率いる六万の軍勢と戦い、森吉新郎は、蔵王堂にて抵抗するもいわきくまるが、鎌倉幕府軍に、 ザオ道の弱点を内通したことで一気に不利となる。2月18日7本の矢を受けた森吉新王が自害しようとしたとき、すでに重傷を負っていた村上義光、村上彦四郎義光が森吉新王の甲冑を身につけて身代わりとなり自害する後の首実験の結果、自害したのが森吉新王でないことが判明した。森吉新王一行は高野山へに落ちる。 高野山に落ち延びた森吉新王のもとに、吉野、戸塚川、宇田の武士が七千騎集まり、千早城を囲む幕府軍の兵糧を遮断し、森吉新王はなおも領事を発する。1333年、現行三年四月、五醍醐天王は沖島を脱出し,し、縄長江、後の縄長都市に報じられ、戦場山で倒幕挙兵の臨時を発する。 1333年、現行3年5月7日、五代醐天皇の臨時を受け、北から足利高氏、西から赤松縁信、南から千草忠明の軍勢が、六原丹大の軍に襲いかかり、東へ敗走する途中、佐々木高氏、後の佐々木同様の軍勢に道を塞がれ、他が自害する。北条寺駅は、信氏に撃たれ、帝は三種神儀を取り戻す。 1333年、現行3年5月、森吉新郎により、領事を受けた、新田義貞は、楠木正重の千早城の攻撃の囲いから帰郷し、鎌倉幕府を攻め立て、鎌倉幕府が倒幕、陥落する。この際、鎌倉幕府の北条一門283人が、自害する。1334年、元行三年六月三日、森吉親王が、 死ぎ山の美写問堂二人を構えていることが知られると、近隣諸国は元より遠方からも割れ先に兵が集まったが、くす正きまさしげと共に、最大の功労者の一人であった森吉新郎だけが、京中にはなく、何度も上洛せよと催促されたが三千以上の兵で、銅を固めていた。一方で、千早城を囲んでいた鎌倉幕府勢は、 幕府滅亡により後ろ盾を失った兵に対して、足利高氏が独自に軍政を敷き、盛んに武士たちの人気を集めているのを見て、足利高氏に野心ありと陣を敷いていた。殿の法院、吉忠の手勢が六原を攻略した際、胸中の土蔵を破り、財宝を持ち出すなどの老石を働き、足利の手で召し取られ、二十人余りの首が六条河原にさらされた。 掲げた挙げ札に、大東宮の皇人、殿の方位に吉田だが、手の者とも、お在在ところどころ、昼強、等を致す間、ところ中なり、と書かれてあり、これを見た殿の方位に吉田は、孔子の残言の計りごとであると、森吉新郎に訴えている。五代五天皇の兼務の申請に、足利高氏が逆行すると見た、森吉新郎は上落せず、 死儀山を拠点にして、足利高氏を建成した。五代五天皇は、右大弁斎将、清忠、某門清忠を直視にし、森吉新王と一見した。清忠は、天下太平のため、武家をやめ門関となり、宝刀に進むように言ったが、森吉新王は、天下太平は一時的であり、足利高氏が武家として対等することで戦乱の世が来るとし、清忠は、 五代醐天皇と相談の上、森吉親王に聖夷大将軍を戦時する。1333年、現行3年6月17日、五代醐天皇により開始された、剣務の申請で、森吉親王は、聖夷大将軍、兵部卿に任じられて上洛し、市議山を出る。足利高氏は、鎮守府将軍となる。上洛の軍勢は、一番。 赤松縁信千0二期、番殿の法院七百0期、番、四条高助五百0期、番中野院正義清八百0期、千草忠明千0期、湯浅忠史仏,忠仏、山本忠幸、伊藤幸隆、加藤幸直らの総勢二十万七千0期となり、同月二十三日に入居する。森吉新王は、県務政権においても、高氏らを警戒していたとされ、遠赤関係にある、 北畑畠近房と共に、東北地方支配を目的に、森長新王、後の五村上天皇を長とし、近房のこの北畑明恵を、陸津守に任じて補佐させる形の、道の区将軍不設置を進言して実現させた。1334年、県武元年冬、森吉親王と足利高氏との対立は、激しさを増していた。一方で、あのは、 乗り流のりながしんのうをみかどにするためには、王刀愚が一番の障害だった。足利高氏と、あの連氏は、王刀愚を失脚させたい考えは一致していた。あの連氏の長候を利用し、直接みかどに残言し、王刀愚派の武将の恩賞を少なくさせ、王刀愚の勢力を削減させることは簡単であり、短時間で、刀愚の立場は、不安定となる。王刀愚は、 三側近の北畑近房に頼み、欧州の兵力を軽に派遣してもらうも、聖意大将軍の立場も薄れる一方だった。これ以上勢力が消耗しては、立ち打ちができない。王道宮は父三角に、孔子の野望に伴い追悼の直後をするも、断たれてしまう。五代醐天皇も、孔子の実力を恐れていたが、表面上優和を探っていた。焦る森吉新王は、 足利高氏と相入れぬために領事を発令するも、領事が、孔子から新体験門員、あの連氏の手に渡り、孔子は、兵部教である大東宮の領事は、五代醐天皇の位を奪う、桑田家兵を募るためのものして、帝の長妃の新体験門員、あの連氏に残言を、上奏する。10月、森吉新郎の名友、楠木正重を遠ざけるために、 紀伊森山での北条残党の反乱と剣務の申請に不満を持つ山とや説、木井党の武家の鎮圧を命じた。この残言を信じた、後醍醐天皇はひどく怒り、結城近下密、名長都市に命じて、清涼殿の御開演の時に森吉新郎の身柄を確保する。後醍醐天皇は拘束した、森吉新郎に対して、十分な戦議もせず、その身柄を、 足利尊氏に預けてしまう。五代醐天皇は、足利尊氏に、森吉新王の領事は陳、帝には預かり知らぬことであり、森吉新王が独自の判断でやったことであると述べたとされている。1334年、兼務2年5月3日、森吉新王はうちを通じて、定位を奪うことなどは、全くの誤解であると転送役に渡して、 三に上層するよう申し渡すも三には届かなかった。森吉新郎が囚われた後も、楠木正主が足利高氏を牽制していた。森吉新郎の定位を奪うための領事は、その後の研究でも議論を重ね現代でも、足利高氏と森吉新郎のママ母のあの連志の格策による残言であり全くの濡れ衣であることが一般的である。 1334年、兼務2年11月、森吉新王は、足利方に身柄を預けられ、森吉新王の付き添いも、助官一人と制限され、鎌倉へ送られた。鎌倉将軍府にあった、高氏の義母帝、足利忠義の監視下に置かれる。森吉新王は、内を通じて、帝位を奪うことなどは、全くの誤解であると転送役に渡して、 帝に上奏するよう申し渡した。いずれにせよ父、五代醐天皇との不和は、現行の乱に際して、倒幕の臨時を出した天皇を差し置いて、領事を発したことに始まると言われ、後位三奪は濡れ衣であると考えられている。梅末論、武家より君が恨めしい。1335年、県武二年死の野では、北条高時の維持、北条時行を報じた諏訪よりしげ、 重野氏による、中仙台の乱が起き、一旦は、木曽家村に敗れるものの関東各地で、足利軍が、北条軍に敗れる。1335年、県武3年7月約10ヶ月余り、二階堂が谷の東港寺に遊兵されていた、森吉新王は、北条時行軍が、勢力拡大し、諏訪より重ゲに報じられることを警戒した、足利忠義の命を受けた。 ふちべよしによって殺害された。殺害される前、ふちのべよしの剣先を歯で食い止め、剣先を歯でへし折るも脇差しで首をはねられる。森吉親王の首を外に持ち出してみると、睨みつける恐ろしい行僧のあまり首をやぶに投げ捨てる。森吉親王没年28。森吉親王は前、征夷大将軍であり、森吉親王が、 北条時行に擁立された場合には、宮将軍、森吉親王執権、北条時行による鎌倉幕府復活が図られることが予想されたためであった。その後、淵野辺義弘は北条時行軍に飛び込み撃たれる。一方で、鎌倉に置かれていた成長親王は京都に無事送り届けられていることから、 忠義による森吉新郎殺害は問題とされることはなかったとみられている。新郎殺害の2日後に鎌倉は北条軍によって陥落した。太平記では東光寺の土で壁を固めた牢に閉じ込められたことになっており、土牢は鎌倉宮敷地内に復元されたものが現存。忠義の家臣、淵兵衛義弘に殺害されて首をはねられた森吉新郎は 即室である藤原康等の娘の南方に弔われたと伝えられている。南方と森吉親王との間には鎌倉の妙法寺を開いた日明が生まれ、後に父母の母大を弔った。さらに森吉親王の妹が五代醐天皇の命を受けて来た鎌倉にある統計寺の五代目の二として入り、陽道二と呼ばれた。統計寺には森吉親王の陽明。 孫雲法神皇が書かれた遺廃が祀られている。宮内庁が管理する公式の墓所は、神奈川県鎌倉市、二階堂の立地三寺跡で、入り口から長くて急な石段を登り切った丘の頂上にある。廟法寺にも墓がある。明治維新後、東皇寺跡に神皇の礼を弔うために、鎌倉宮が作られ、これは地元では、通称、大東宮、大東の宮と呼ばれる。 鎌倉宮もより伸ばす定流書の名は大東の宮と読むが、鎌倉宮では、新皇の名を王東の宮森長と呼んでいる。王東宮の正しい読み方は、勝野隆信の研究から、存命中は王東の宮であったことが実証されているが、太平記第五巻に王東宮と大東の現状三蔵をかけたダジャレが乗るなど、死後かなり早くの段階から、 大東の宮の読みもされていたらしい。現在の横浜市と津角区潮町には、殺害された新郎のお首を、蕎麦めが、密かに持ち出し荒い清め放じたとされる、森吉新郎の首洗い井,井戸があり、近隣には、そのお首を地下に葬ったと伝えられる、王子神社がある。また、山梨県鶴市、朝日川にある、石船神社では森吉新郎の死休と伝えられる、首が祀られており、 毎年1月15日に行われる、再礼当番引き継ぎの神事の際に開庁されている。皆方、雛鶴姫が鎌倉から逃げる際に持参し、姫も生んだばかりの王子と共にこの地で亡くなったとされる。昭和52年、成城大学教授、鈴木直によって、石船神社の支給の調査が行われた。山梨県内ではこのほか、小室和様神社、 藤吉田市境内にある桂の大木の根本に、神皇の首が埋葬されたとも伝えられている。また、森吉神皇の乳母が神皇を押したい鎌倉まで、赴くも、そこで神皇の最後を知らされて、海に身を投げたとの伝承がある。乳母の遺体は、現在の横浜の野毛裏に流れ着き、海上の岩に引っかかっていたという。この岩は、バー岩と呼ばれるようになり、そこに、乳母の霊が安産。 子育ての神、バー姫として祀られた。現在では埋め立てにより、バー岩は姿を消し、バー姫は伊勢山湖大神宮境内の木月宮に合詞されている。宮城県石巻市の田福院には森吉親王の生存伝説がある東日本大震災の津波で資料消失。森吉親王の御子は、橋梁親王と陸梁親王が知られているが、 両者が同一人物であるという説もある。協力親王は、E の谷宮略記によると、火略元年、1326年生まれとなっている。陸両親王は、大雲記によると、剣務元年、1334年3月、森良子陸両誕生。母現代な本師茂女とある。また、E の谷宮略記には、万獣王を元服せしめ、協力親王と称せしむ。 陸両神脳と解消せしめとあり、同一人物に気としている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。